日本に輝く竜城の青葉の嵐青き君よ矢作の流れ正谷によ伊沢隆この力岡崎これ山が今日のいざ行け行け青い武将隊いざ出陣気合いじゃ。 Thank you.
こんにちは! ありがとうございます。秋になりまして、だん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 涼しくなりましたが、この時間がちょっとだけ暑くなってきますね。まあそういうわけでな、なんじゃ、みんなでみんなで暑いが元気よくもっともっと暑くなるために、あのポーズがありまする。お前暑くなってきたなって話してる。なんでさらに暑くなるんですよ。容易ではないか。暑い、みんなで元気よくあのポーズをいきたいと思います。 ぜひぜひ皆様真似してくださいよ。ではいきます。中ぬなら、泣くまで待とう、ホトトギス。中ぬなら、泣くまで待とう、ホトトギス。ご一緒に中ぬなら、泣くまで待とう、ホトトギス。ありがとうございます。いや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 、おお、そうだ、大サービスでございます。特別大サービスでございます。場外に、場外に、家康公たるホトトギスの舞で、 今日はちょっと早めに、早めにはね、こんな動きじゃ。これが御年469歳の動きでございます。はい、そうなんですよ。皆様ぜひこの元気をぜひ皆様にもの、そう、与えたいなと思いますが。そうだね、改めましてわしらグレートイヤスと青い武将隊でございますけれども、ほ、いつもこうしてパフォーマンスを見ていただいてるわけですけれども、 この後、まあいろいろ今週末もイベントがありますので、そうですね、宣伝をな、させていただいて、まず明日6日午前中に、わしら小豆坂古戦場慰霊祭というところに参ります。それから明日の夕方からは鴨田天満宮の秋祭り、こちらに出陣いたします。それと、あとの他にも、なんと我々武将隊がなんと全国にをなる やもしれん。お、どういうことじゃ、これはというのは、ありがとうございます。これというのは、明日なんと BS の方にわしら BS 全国じゃな、そうですね、ということで BS の方で、何事じゃというわしらのここの岡崎地域でミクスという番組がありまするが、そちらの方がなんと BS の方で流れるということでな、ぜひぜひ皆様もご興味ありましたら こちらの方をご覧いただけるとありがたいかなと思っております。限りが悪い。すみません。今日は団体さんも多くいらっしゃってます。明日から3連休でございますね。遠方よりお越しのお客様いらっしゃいますか。あ、そうですか。岡崎は大変良いところでありまして、宿泊場所もたくさんございます。天から霧はね、上野を行きますとすぐ 目と鼻の先に岡崎のブランドホテルございます。お値打ちになっております。ぜひ一度お泊まりくださいわ。そして土産屋さんにはですね、武将隊のいろんな靴が最近発売されております。ぜひこの際ですね、話の種に一品でもお買い求めいただきまして、思い出に残ればと思っております。お願いします。お客様よろしいですか。お待ちくださいよ。 よろしくお願いします。まあおかげで本当にいいところになりました。まあ手前味噌になりますが、我々武将隊が昨年度に発足いたしまして、元気が出てまいりました。おまけに今日はお姫様が登場ということで倍増しております。そうですね、お客様ありがとうございます。ということで、お客様は何といっても神様でございます。我々は単なる、偽物ではございません。400年ぶりに迎えました徳川家康以下8名の武将隊でございます。武将らしく、そして、お客様を領民を大切にしながら、武将らしく一歩一歩前へ進んでいき、やがては天下を統一いたします。 なんか選挙の演説になってましたね。さあ、ご参りしましょうかね。では参りましょう。はい、お願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。では次に参ります。5、8、5、あ、岡崎平成、どうぞご覧ください。
Oh,
りました。はい、こんな塩梅でやっております。またぜひご縁がありますように。それでは勝ち抜きで締めたいと思います。ほっ、なるほど、勝ち抜きだ。えいえい、おーえいえい、えいおーえいえい、おーありがとうございました。ありがとうございました。